ふち神社は、長崎県長崎市ふち町にある神社である。旧社格は、県社。長崎市街地の西側、稲佐山の山麓にあり、神社に隣接する、長崎ロープウェイふち神社駅から山上へ向かう、ロープウェイが運行されている。タゴコロビメ命、一木島姫の命、丹津姫命を主催神とし、愛殿に、アメノミナカヌシノ人、タカミムス神、高見 菅原大臣、コンピラ大臣を祀る、延命寺の会期、竜仙が、宝珠山万福寺を建立し、その陳述者として、別在天を祀ったのが、当社の始まりである。天文年間、キリシタンによって、寺と共に社殿が焼かれ、以降再建されないままであった。官営十一年、万福寺と共に、別在天社が再建され、淵村の総陳述として信仰された。 明治元年の神仏分離令により、微罪天は、一木島姫の命の本事物であるので、祭神を、胸形三女神に改め、淵神社を称する神社となった。明治七年五月に存者に、列格し、昭和十八年、賢者に昇格した。昭和二十年八月九日、原爆により、本殿が倒壊し、昭和三十五年に再建された。イタリア人以外で、 初めてフェラーリをデザインした奥山清之が奉納したフェラーリを描いた絵馬と同志がデザインした長崎ロープウェイのゴンドラ。ありがとうございます。